今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長、はい、不安パトロール終わりません。、はい、というのは、うん、あのよく今 YouTube を見ていて、うんうん、あの YouTube で、まあ、広告入るじゃないですか、うんうん、それであの厚生労働省のサポステっていうのがやたらがる、見ない、うん、見ない、見ない、まあ、本当ですか、見ないです、ね、僕だけですかね。というのはこのサポステっていうのは、うん、その仕事をしたいけどなかなか次の一歩を進めない若者に対して、うんうん、なんかその地域若者ステーション、うん、略してサポステって書いてあるんですけど、うん、まあそんな期間があって、うん、そこになんか、まあ、まあ引きこもってる人、仕事をしてない人が行って、うん、ちょっとずつなんかその自信をつけてみたいなのを紹介、もがみもがっていう、アイドル、女性のアイドルがそのインタビュー、うん、してるような、上がらない、上がらまんと見たことない、見たことない。僕見るたびにこれが上がってですね、なんやと、うん、俺のこと引きこもりだと思っとんのかと、なんか分析されてます、ね、分析、なんかもう不安は、検索キーワードじゃないですか、不安は伝わって YouTube に不安を読み取られてるのかもしれないんですけど、うん、どうやら僕のことを自信がない人だと思って、うん、でも正解、うん、僕はどっちかっていうと自分に自信がない、うん、けど、うん、なんかあそうやって皆さ ん, なんか悩んでる人は多くて、うんうんうん、そのまあ多分僕も自信ないタイプですよ。自信がないけど起業はするんですね。そう、起業はする。なんか矛盾してますね、うん、こうもう俺なら絶対大丈夫とかじゃないですからね。あ、じゃなくても起業はできる。できる、うん、もう何年目でしたっけ今。5年、あ、まあ、起業してからでいくともっと7年8年で、ここのルームメイト作ってからでいくと5年。この3年続く企業がもう 10% ないと言われている時代にできてる、うんうんうん、別に初めにおこれ絶対いける、もうビジネスモデルやん、うん、やったるでじゃないんですね。やったるでじゃない、そんな自信満々に俺ならできるみたいな感じではない。なるほど、うん、なんかその自信でなんかその、うん、ここに出る男性とかも、うんうん、その要はそういう、僕はなんかその、うん、ずっと引きこもってて、うん、6年ぐらい引きこもってました、うんうん、で人と話す自信もなくて、うんうん、でまあここに行って、うん、人と接する中で、うん、ああ僕でもいいんだって思うことができたみたいな話をしてるんですね、うんうんうん、でもそんなに、うん、なんか自信ってなきゃダメなのって、うん、僕はこれを見て思ったんですよ、うん、そう、まあ、僕としては自信がないとダメかっていうと、なくてもいいのかな、自信なんかなくてもいいけど、自信がないことによって行動できないっていうところが多分良くないのかな。なので自信がなくても行動できちゃえば、なので、そう。でもそうすると、うん、傍から見てる人は、うんうん、あ、自信があってやってんだなって、うんうんうん、多分見てますよ。あ、まあそう、うん、そう、会社作ってみたいなことすると、多分そんな自信がないなんては多分思ってない。周りから見ると、うん、いや僕自信なかったですよって言われると、うんうん、あ、そうなんだって思いましたけど、うん、だけどそう、自信があるかっていうと、そんなに自信は、自分がすごいできる人みたいな自信は持ってないんで、いいんだって今ちょっと思っちゃいました。ただこう行動が伴わないというか、行動にストップがかかってしまう可能性があるじゃないですか、自信がないと。本当はこういうことしたいんだけど自信がないからやらないってなると行動ができないんで、その引きこもりの人でもそうですよね。ここにこう出ることができたからちょっと良くなって、はい、自信がないけど、多分これに出て自信満々になったわけじゃないと思うんですよ。あ、でしょうね、今も多分自信はないだろうけども、うんうん、けど行動はしてるっていうことですね。行動すれば何かちょっとずつ変わるんだなみたいなのが出たやん。そう、多分そうなんだ、多分自信はなくてもいいけど、うんうん、行動はしましょうなんですね。そうそうそう、多分僕としてはそうかなって、はいはいはい、でまあ自信があった方がなんかかっこよく見れるかな、見られるかなみたいなのはありますけども、なんでよくその僕も、うん、で自信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 って言われたので、うんうん、
もう僕も Google 先生に地震のつけ方って打ってみると、なんかそのあまりなんかあんま結構当たり前のことなんですよね。なんかその背筋を伸ばしましょうとか、あの知識をつけましょうとか、まあ知っとるわってっていうことしか多分調べても書いてないですよと。ただその行動しましょうっていうのは、まあ地震なくてもまあ動き出すと、動き出すと肩から見ればあなんか自信持ってやってんだなっていう気はしますね、うん、そうで、それに多分自信もついてくるとは思うんですよね。なるほど。こう僕はどっちかっていうとこう引っ込み思案だと思ってて、人と会話なんか多分できないみたいなことを多分思ったこともある、こともあるっていうか、まあ得意じゃないっていうのは思ってた。会話できないレベルのことは思ってないけど、はいはい、でも起業していいんですね。で僕思っちゃいますけどね。でだけどこう仕事をするといろんな人と接するじゃないですか、はいはいはい、でこう初対面の人とかといろいろ話す話をする、来ますよね。そう、はい、来た時にこう話をするじゃないです か、はい、だから最初はすごいドキドキしますよ。まあ僕もね初めてここ来てそう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 、まあ話しかけますもんね。それで最初はすごいドキドキするけど、はい、一人そう話して二人話して十人ってなってくるとそのうち慣れますよ、はい、なるほど。あ、誰かも新しく来ても大丈夫って思えることは自信じゃないですか。あ、できないことができてるわけですよね。そうそうそう、で、あ、もうそれぐらいの対応だったらできるよっていうのは自信満々かって言われると、自信満々ですとは言わないかもしれないですけど、はい、まあ自信じゃないですか、はいはい、でそういういろんなこう積み重ねって多分行動していくことによって積み重なってくるかなっていう、うん、あと結論的にはなんかもう、うん、自信はないかもしれないけど、うん、まあ、ちょっとホリエモンっぽくなりますけど、うん、行動しろなんですね。行動しろだと思いますね、はい、そうだから、まあ、なんか動いてみる。 あともう自信なくてもいいっていうことですね、うん、なくてもいい。そんなにそう自信確かなくてもいいですよ、うん、多分、うん、そのなんか行動に関して言えば行動するかしないかじゃないですか。はい、なんか本当はなんかこの動画もなんか面白くないかもしれない面白くないかもしれないでパカッて蓋をしようとしてたんですけど、うんうんうん、それって多分一番あ、まあそうよくない、うん、でもやめときましょうかってやめちゃうのは、うん、あ、そうよくないですね、うん、そうするといつまでたってもこれもよくないこれもよくない、うん、これもよくないになりますよね。だから引きこもりみたいな状態がよくないわけじゃないですか。はい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 。それでまあなんかパソコンを目の前にして金を稼ぎてるような引きこもりだったらまだいいかもしれないけど、だけど本当に引きこもりをしててこのままじゃいけないなって、はいはい、だけど就職面接自信ないしとかってこう思って引きこもるわけじゃないですか、はいはい、だけどこう一歩出て何かをすればこういうところに行けばあこんな僕でもいいんだってこう受け入れられたりするってことが自信につながる、ね、まあ、別に、うん、あのさっきその、YouTube で広告上げてるサポステみたいなとこじゃなくても、うん、まあ別にどこのコミュニティでもいいですよね。どこのコミュニティでもいい、はい、なんかそういうところに参加してみるとか、はい、っていうのは M8 でも M8 でもなんかコメント書いてみるとか、あ、で、うん、もう泣いちゃうだって こっちがね、ここも自信があってやってるわけじゃないのに、うん、40超えたおっさんが、ね、うん、やってでもコミュニティが来た日にはで、まあ、ちょっとずつでも今増えてるじゃないですか、うん、増えてる。これってすごいモチベーション、めちゃめちゃモチベーション高まりますよね。そう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 、これはでコメント来たじゃないですか。来たじゃないですか。来たもうめちゃめちゃ嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しい。これは2人ですぐ返しちゃう、ね、速攻で返しましたよ、ええ、そう、はい、まあ、そういう感じでね、こうなんか思ってたらこうコメントくれれば、はい、っていう、まあ、うん、で皆さんもその自信がないからできないじゃなくて、うんうん、多分やってみると、うん、意外にできたりする、まあ、できたりしますよね。でできるんだっていうのが分かる、ちょっとずつだよ、ちょっとずつで人って急に変われないじゃないですか、うんうん、でもちょっとずつ登っていくと、うん、多分結構大きく変わりますよね。なんかちょっとずつ変わるしかないですよね。逆にみんなこう手っ取り早く変えようとするじゃないですかはいはい、はい、変わる方法ないかなって探すじゃないですか。探す、いつも YouTube で探してる僕。でもないですよ、ちょっとずつ変えるしかないですよ、うん、何かを達成するためには少しずつですよ。そう、久々のちょっと久々のミッションクリアですよ。ミッションクリア
なんで僕もこれ自信はないんですけども、うんうん、まあこれを続けていくってことですね。これを続けてでやっていくうちに少しずつ自信っていうのはついてくるかなっていう、はい、タイトルとしては、うん、何でしょうね、これ自信のつけ方、自信のつく方法なのか、うん、自信なんてなくてもいいですか、どっちですかね。まあ自信なんてなくてもいいじゃないですか、うん、後からついてくるもんですよきっと。ミッションクリアでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。どんどん増えております。コメントもお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。